離れはロシア、スジオ関西、舞台は東京、ピロシキーズです。結構最近ちょっといい感じになってない？何がどうしたの？イケメンになったよね。なってないよ。何言ってんの？いやほんまにちょっとね、なんかでもちょっと垢抜けてきたなって言われてる最近、コメント見てると。でもなんかね、去年の今頃はひどかったな。それはなんでかな？何で笑うん？いや、それはどうしてか、それを言うのかって感じ。外国人でもな、最近思うね、外国人のちょっと好感度もっと上げてもう下ネタだから、下ネタだね。もっとなんか素敵なことやりたいの、なんかもっと。みんなそもそもほとんどの視聴者がまあアレちゃんを見てるっていうのがあるからな、ね、こうやって私の声を聞きながらアレちゃんも見るっていうのがスタンスやから、や、ね、私のことについての容姿については特に今まで誰も指摘がなかったねんけど、去年のまさに今頃6月、うん、は何があったんや？整形に失敗した。いや当時はもうほんまにもう多分俺頭おかしくなってたと思うねん、当時はもうほんまに。いや私はうちももうどういう風になんかもう止めようみたいな感じやったもん。プレッシャー、それはあの良くないと思う。そんなことない、俺やってみようと思うとか言って、で、あったら何回も何回もプレッシャー、ここがこっちより YouTube をやり始めて、まあ、その後ちょっとテレビとかに出始めて、まあ、自分のモニター越しで見ることが増えてきたわけよ、映像として。なんかないやん普通で、自分のふとした表情をあんまり見ることって普通はないよ。鏡の前におったとしてもやっぱないから、でそれをまあ見てる中で、まあ、すっごいブサイクだなとずっと思ってたわけよ。すごいブサイクだなとずっと思ってたわけよ、自分のことを。もうすごいそれがだんだんで、ネットとかの書き込みとかを見るとなんかあいつブスじゃないみたいな、なんか目につくようになって、メディアに出る機会が増え、自分の容姿に対するネットの書き込みが彼の心をだんだんと蝕んでいった。でまあそんなに気にしたのね、まあ、最初は気にしてなかったねんけど、まあちょっと何人かそのお友達、そっち系の芸能系のお友達ができるようになって、まあみんなと話してるうちにすごい劣等感を感じるようになって、まあいろいろおすすめをされた結果、まあ自分のコンプレックスやったところをちょっといじってみようというか、まあ、ちょっとだけ直してみようって、そのちょっとだけ直してみようって、そのちょっとが地獄の入り口を開けて待っていることはこの時思いもしなかった。お注射とかやったら失敗してもまた戻るからって思って、なるほど、やってみようとなったね。笑った時にな、ここのな、ほうれい線あるやんか、この笑いじゃで、これがアレちゃんみたいな感じやったらいいね。うちもあるね。いや、アレちゃんの感じやったらいいね。ここで止まってるやんか。俺の場合これがここまで来んねん。わかる？来るよ。アレちゃんのはなってないの。でそれがもうめっちゃ嫌で嫌で、でしかも、まあ、当時なんか自分まあ喋る癖やと思うねんけど、こっちの方がこう喋る時にな、今はだいぶ治ってきたねんけど、なんかこう喋る時にでもね、こうでこうでみたいな、なんかちょっとこっちの方が口こういう感じで口が上がりやすかったね。でそれも元々ってこと？うん、もともとそれもなんかすごい嫌やなって思って、まあ、最初にやったのはこれを治すために、まあ、ボトックスを打ちましょうっていうことで、まあ、ただ表情筋とかに打ったらダメだから、なんかこの鼻のほんまにこの横に ここやなここに一回打ったのよ。プチッと打ったら、まあ、これここが上がらんくなって左右対称の笑顔になるよって言われて、まあ、それを打ったのよ。じゃあ最初はまずここのなんかちょっと歪んでるかなって思ってた部分だけを直そうと思って、こう対称左右が同じになるようにね。そうで、それがもう大満足だったの。大満足な出来だったの。ああ、もう最初はもうふとした時に笑っても左右対称な笑顔になって、
もうすごい嬉しかったのよ。だからそれが大成功したっていうのが引き金になってるんやと思うんやけど、うん、まあなんかその後で、まあでもやっぱりここのこれは気になるからここも直したいなって、で糸入れるのもあれやからとかっていうのを思って、一番最初にやったのがここにヒアルロン酸を入れてくださいっつって言ったの。なんか美容外科ってほんま居酒屋みたいな感じで、居酒屋なんかメニューが渡されるのよ。今日は何にしますかみたいな、でこうなんか、あ、じゃあこれとこれとこれみたいな、そんな感じ、そうそう、そんな簡単な感じで、こうなんかいろんなこうなんかで、なんかその中にあるのが、まあここにこう打って、まあ日本やとなんやろ、なんかいろんな言い方、ハートチークみたいな言い方をしたりすることもあるけど、可愛らしい感じの言い方だね。そう、だからそれをお医者さんに相談して、まあ、ここに入れることによって多少は引っ張られるから、ここの、であとここのなんか目元のこのシワもちょっと気になるからっていうのがあったから、まあ、ここに入れて、アンパンマンやん、そうそうそう、まあ、そんなレベルじゃないで、まあ、それをやって、まあ、なんかもうこうどんな感覚かっていうと、こう打つときに、まあ、もちろん麻酔とか何もないんだけど、あ、麻酔出しなんや、あ、ないない、そんな打つときにこう骨と皮がこう中で剥がれる感じ、なんかミキ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 みたいな音がするんだけど、でもそんな痛くはなくて、でそれを2度ぐらい1回目入れて、でなんか家帰ってから後でこう調整したりして、しばらく馴染むまで調整したりしたら形変わるから、でそれでも納得いかなくて、もうちょっと入れてくださいって言ってもう1回入れてもらって、まあ結構やって、でそれで大満足、それも大満足やった、大満足やった、それうち気づいてないっていうね、そう、でそんな気づくレベルじゃないの、もうほんま、なんかこういうのって周りが気づくとかじゃなくて、自分が必死に鏡の前で見た時に、でも自己満足変わったって、そうそうそう、でも誰も気づかへん、ね、誰にもそんななんか変わったとか言われへんから、あ、これはいいぞと、バレへんぞと、これはやってもバレへんぞとで個人的にもすごい満足やしっていうので、でまあその後にやったのが、まあ、ボトックス地獄がそこから始まるのよ、ボトックス地獄がそこから始まるのよ、そうで、まあ、先生に相談したら、まあ、正直ここをそんなたやすく、まあ、ここにヒアルロン酸もね入れたりすることもできるけど、そしたら今度はなんかここがこう笑った時にボコッとなってちょっとなんか不自然になったりするとか、まあ、糸とか入れてこう引っ張るとかもできるけど、正直まだ若いからそんなんやる必要もないからみたいな感じで、先生なんか止めてくれるんや、止めてくれる、ちゃんとそこは説明して、しかしこの時には医者の言葉も頭に入らないくらいの感覚に陥ってしまっていたという。まあでもあれはみんなお医者さんって日本の人を相手にしてるから関係ないやろと思って、多分私はこうやって笑った時のここの力が人よりもめっちゃ入るから、ここにめっちゃシワになるんやろなって思って、もうこの表情を作るここに入れてほしいって思うようになったね。ここに入れてください、もうなんかもう笑う時のもうこのこれ自体がもういらんみたいな感じだった。そう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 、でそれに相談したら、いやここに入れたら笑えんくなるからそれはダメですって止められて、まあお医者さんとしてもさ、うん、まあ正直もうほとんどこう病気じゃないけど精神的なこう追い詰められてもうとんでもないものを要求してくる人もおるから、うん、そういうのやっちゃうと結局は後悔して、まあ、クレームにつながったりとかするんだし、あとそのなんか失敗作としてその病院のなんかね例としてなっちゃうから断られ、でも家に帰ってはその時は丸め込まれるのよ、その時は丸め込まれて、でも家帰っていややっぱり違う、俺は、まあ、みんなと違うからみたいな感じでもう一回ってもう一回断られ、でまた家に帰って、あとそんなやり取りがあったの、そう3回ぐらい、3回ぐらいで、まあ、最終的にはもう先生にもう一回行って、いやもう失敗はするかもしれないけど、もう失敗してももう自分はなんていうの、やるまで絶対に納得できないってもうなんていうの、失敗したら、あ、自分の体質にやっぱり合わへんねやって納得ができるんやけども、それまでは納得やっぱやらん、なんていうの、やらない告白と一緒やん、当たって砕けろみたいな、そう、ね、自分でやってからそれをなんか感じないと、失敗したって感じないとやめられない、納得いかないっていうこと、納得いかない、絶対言ってやるいつか、でそれで行って
したら、まあ、先生にもうやってくれ、もうどうしてもやりたい、やってくれたねんけど、とりあえずじゃあちょっとだけ入れるから、あんまりたくさんは入れへんからちょっと様子見て、足りんかったら追加してあげるからって言われて、そうで、元々のシワがこっちの方がやっぱ濃かったから、でこっちの方がちょっと薄めやったから、まあとはいえこっちちょっと強めに入れてくださいねって言ったね。でそしたら、まあ、多少多分こっち強めに多めに入れてくれたんやろうな。でこっちはまあ少なめに入れてくれてってしたら、まあ聞くまでこれ入れてもすぐ効かない、1週間ぐらい経ったと。で、まあ、5日ほど経ったら徐々に効いてくるってこと、ね、そうそう、5日ほど経ったら、まあ、こっちの方の量が多かったからこっちはすごい効いたね、うん、でちょうどいい感じで笑顔もちょうど良かったね。こっち全然効かない、今度こっちの方が濃くなったと思って、ちょっと先生今度こっちの方が濃いんで、やっぱこっちもちゃんと入れてくださいって言って、でもその時にはまだ1週間経ってなかったのか、多分まあ人によって1週間ぐらいやねんけど、効き目がちょっと遅れたりとか、まあ、じゃあまあそんなに言うんやったらっていうので、もう一回ここを入れてもらったら、もうこっちが効きすぎてなんかもう左右が違うねんで、もうなんかだんだんこう笑う時もこっちは多少はシワね、多少っていうかまあシワ全然できんねんけど、あのこっちはもう笑えへんから、ね、こんな笑顔になって、マックスで笑う時こんな感じになってでもブルース前やってたよね、なんか笑ってる時にそれがそれが嫌で、だんだん笑うのもこんななんかうみたいなもうなんかこうほんまに笑ってもうみたいな。でも何、ここだけじゃない、あとここにも入れたの、ここにも、そこにも入れてんの。今度はここがブーって笑えんくなったから、自然に口角を上げようっていうので、口角ってここをこう引っ張る筋肉によってこう下がってるから、うん、ここの筋肉に打ったらここの筋肉が動かんくなるから、普段何をしてなくてもこう自然と口角が上がるっていうのがあるから、うん、まあ、それもやって、それもやったん。まあ結果怖い そう、でもな、その時は最終的には一切笑わん状態になったけど、その時は鏡を見て最高って思ってたんだよね。思ってた、満足してたの。まあだからそれがね、もう半年間ぐらいずっと続いたんだよね。で目が覚めた途中で、そう、途中でやっぱり俺はこの方が良かったんだ。だんだんちょっとずつ、ほんま追加するタイミングもあったねんけど、ちょっとずつ笑顔が戻ってくるにつれて、で俺そのタイミングで筋トレ始めたやん。うんうんうん、で顔が太ってきて、太ってくるとともにこの表情じわがある程度、なんていうの、こう顔も太ってきて、うん、よくなってきたね。ちょっと自分の満足のいく顔になってきて、いやでもよくはなってるよ、全然変わったと思うよ自分マジで。最初とその今の、うん、こんなに顔変わんのっていうぐらい変わってんで、で今の状態でやっぱ当時、まあ、テレビとかでももうだから笑ったりしたらもうみたいな笑顔になってる自分も見て、ひどいなと。今は目が覚めた。あの時は謎に満足してた。それでいいってよく聞いてる証拠だっつって。まあ、でも一回もう それは言うよね。一、うん、回やりだすと止まらない。止まらない。まあ癖になるっていうよりも、やっぱりそういうなんかね、気になりだすところがまた、あとみんなが気になってるポイントと自分の気になるポイントが違うのもあって、うん、鏡をなみんな見て、この状態で見てさ。自分の顔を判断するね。で写真撮る時とかも、まあ、おおよそこの距離やんか。でも人って自分の顔この距離で見ることないねんな。で自分がこの距離で見た時に気になるシワはここやけど、でも3メートル離れた場所から自分の顔を見た時に見える見え方って全然違うねん。だから鏡から3メートル離れて自分の顔見てみって話やねんけど、でもやっぱこの距離で見ちゃう。1個気になったら次ここ次ここっていうのはもうずっとなっていくから、なんだろうね。でも俺反対派じゃないの。やっぱその時にはすっごい満足して、今になったら俺今筋トレとかして
その普通に体重増やすことによってマシになるんだっていうのが分かったからあれだけど、その時はすごい満足してるから、満足できてるんだとしたら夢にかかってるのであれば俺やってもいいんじゃないって思ってるけどね。まあ別にね、一回やってみてマイナスにならないんだったら、最初のだから要は俺ここに打った段階で左右対称になった時の顔はすごい最高だったから、今でもそれはありだなって思うから。でも今別にもう必要ないやってなってるわけやろ。やるのは俺は反対じゃないけど、そう、しかもさ、失敗してもその時に失敗って思わへんのがこれミソやねんな。その時は成功だって思ってんだよ。だってここの自分の気にしてたこれはなくなったから成功だって、やったぜって、うん、なくなったみたいな。でも遠目で見たら不自然になってるっていうのにはもうその時は気づかない。近くで見てるから遠目で見えへんねん。そうだからそこが怖いかもな。ちょっとバカな俺もうどうしたらいいんやろね。もう美しくなりたいのはみんななりたいもんやしな。なんでこんなのめり込むんやろな、これは。なんなんやろな。でも誰かのためにっていうと意外とさ、誰かのためっていう感じじゃないよね。自分のため、自分のためにやってる。だから周りがやんない方がいいよとか言っても全然、いやまあそう、それはあんた美人の方はそう思うでしょうねって。で私は私でより綺麗になれるから。なるほど。お医者さんももあの時は申し訳ございません。だからあれは決してお医者さんが悪いことではなかった。あの私がしつこくしていって、まあ、でもそれで俺学ぶ機会になってよかったで。俺はなんか今もう一回の時に戻ったらやりますかって言われるとやる。まああの時はやるのね。だって分からへん。やってみないとね。やってみな分からん。だからやる。で私にはやっぱボトは合わなかったなと思ってる以上一応ちょっとね、まあなんかね、うちもやってみたかったけどね、なんかいろいろ自分もなんか気になってる部分が結構なんかね、20歳になった途端に、うん、19から20になった時に、うん、なんか頭おかしくなっちゃって、うん、あ、20代になったってなって鏡見たらここにシワあ